で最後のお写真になるんですけど、この写真、まあ、沖縄にまつわる写真なんですよ。で、まあ、黒子さんさっき海がちょっと苦手だっていう話をしてたと思うんですけど、まあ、ちょっとより苦手になっちゃうかもしれないんですけど、うちの母親の、まあ、経営してる居酒屋でですね、働いてる男の子がいまして、まあ、その子流しみたいな感じで歌を歌うっていう仕事をしてるんですよね。お客さんが来て歌歌って、まあ、そこで賑やかしをするみたいな、まあ、そんなお仕事なんで、よくうちの母親の店にいるんですよ。で、僕もその時初めてお会いしたんですけど、すごく若くて、好青年な男の子なんですよね。21歳か2歳ぐらいで。まあ、すごくハキハキ喋るし、しっかりこう敬語とかも使えて、えらいいい子だなって思ったんですけど、その子が、実際僕の YouTube を見てくれてると。だからお会いできて光栄ですみたいな感じで話してくれて、で、その時に、まあ、いくつか怪談を喋ってくれたんですよ。実は僕中学校の時、よくシンスポに行ってたんですと。で、どこどこにも行って、どこどこにも行って、こんな経験もあんな経験もしたんですって聞くんですけど、まあその、なんだろう、シンスポに行けば、起こりうるお話というか、まあよく聞くようなお話だったんで、ああ、本当にそういうことあるんだね、ぐらいの話で終わったんですけど、沖縄でシンスポいっぱい巡ったっていう人は、大体行ってる場所が一つあって、そこが 3S っていう場所なんですよね。その 3S っていうのが、まあ、ユタ、ノロの修行場と呼ばれている場所で、で、まあ、霊媒師の修行場があると。で、そこに行くまでにカーブが3つあるから 3S って呼ばれてるんです。僕も行ったことはないんで、なんとなく聞いたことしかないんですけど、そこは行ってないのって僕が尋ねると、あそこはマジで行っちゃダメですよ。で、急に顔色を変えて言ってきたんですよ。で、なんでって言うと、いや、実は昔行ったことあるんですと。そこに行った時に、まあ、ちょっと修行してる人を見かけたと。で、その人たちが気づいたって思った瞬間に僕らは走って逃げたんですよと。で、チャリンコに乗って逃げて危なかったなぁとか言って、とりあえず逃げ切ったからよかったって安心して、もうそんなことも忘れた2週間後ぐらいに、まあ学校のイベントかなんかで、まあ浜辺でバーベキューをするっていうイベントがあったらしいんですよね。まあ沖縄の学校なんで、ちょこちょこそういうことがあるんですけど、まあレクレーションみたいな感じで、みんなでワイワイやろうよっていうので、まあ近くの海でバーベキューをしてたと。で、まあ、その、シンスポに行ってたのが、もう仲良し3人組。いつも行くときはその3人で行ってたらしいんですけど、学校でも仲いいんで、先生も、あんたたちいつも一緒だね、と。じゃあ、せっかくだから記念写真撮ってあげよう。で、携帯を先生がこう取り出して、じゃあそこ並んで、って言われて。まあ、ライトがパーッと照らされてるところに3人こう座らされて、写真撮るよ。砂浜の上に3人いて。後ろは全部海なんですよ。で、海をバックに3人がちょけて、イエーイみたいな感じで写真を撮ったんですって。で、その写真を先生からいただいたら、これやばいよって。あんたたちどっか行ったのって聞かれて。え、なんでって言ったら、まだそこで修行してた、まあ、方、気づいたかもしれないと思ってたのが、多分気づいてて、未だに追ってきてるって言うんですよ。なんでって言ったら、映ってたんですって。そこには確実に誰もいなかったし、後ろは海だから、そんな場所に人が立ってるわけがない。そこに人が映ってたと。その写真ってあるのって言ったら、あるんですって言って見せてもらったんですけど、いいですか？これ最後です。その写真が、これなんですよ。うわぁ ダメだって、これは。これもうちょけて、もう、イエーイみたいな感じで。撮ってるんですけど、これアップにするとこんな感じになってて、いやー来てる。でこれもう白波立ってて後ろ全部海なんですよね。これ波打ち際でザバーンってなってる波打ち際で、だからこんなとこに人立てないじゃないですか。でもこう確実に肩の丸み、この白い着物、修行する時の格好まんまの。もう海は行かないですよ。っていう。いやー、これはもう考察というより、はい、その通りと。来てますと。来てるでしょ。としか言いようがないですよね。ただ、すごいのが、まあ、これはもうついてきたものなんですけど、この写真を実は、まあ、島田さんのチャンネルで、初めて紹介させてもらったんですよ。
で、それまで僕もどこにも出したことなかったんで、この写真、島田さんのところに来るまで、持って、どこにも出してないんで、よかったら出させてくださいっていうことで出させてもらったんですよね。この写真を見た人が、一人じゃないって急に言い出して、その白装束の方が3人に見える人がいたりとか、その写ってる方の手に鎌を持ってるように見えたりとかするらしいんですよ。で、これ昔からユタの修行を除いてしまうと、まあ殺されると言われてて、その時にユタが鎌やナタを持って追っかけてくるって言われてるんですよね。だからもしかしたらそれと類似してるんですかねなんて話をしてる時に、スタッフさんの一人がギャーって声出したんですよ。どうしたんですかって言ったら、映ってますと。撮影してるこの現場で映ってますって言って、みたいな。でもパニックになっちゃって、どうしたどうしたって言ってたら、ほらって言ってバッて見せられた写真がこれなんですけど、まあ、これ島田さん対談してる写真なんですよね。そしたらこのグラスのところ見えます？おお。さっき今日は3枚ですって言ったじゃないですか。え、これはたまたま撮れちゃったやつですね、はい、鼻の穴までしっかりと、筋から鼻の穴から唇までしっかりと映ってるやつが、まあ、撮れちゃって、この写真はダメなんじゃないかって言われたんで、まあ、今日は黒子さんのところで出そうかなと思ったその写真たちですね。今日お互いに撮影をし合って、はい、そういった中でまず黒子の方にゲストで出ていただきましょうというのが今なんですよ。はいはい。まあ、つまりこの後私はヤースーさんのチャンネルで階段を話させていただくんですよ。はい。もう帰っていいですか？なんで？もうちょっと体力が激しく消耗しまして。写真出してる間の顔写ってない時に、その面撮った時の目泣きそうだったっすよ。いや、これは。いやー、結構ヘビーな4枚が。来ましたね。僕もなんかもう本当にあれですけど、素直に言うとごめんと思ったぐらい目うるうるしてたんで、2枚目ぐらいで。黒子、こんな性分でこんな YouTube もやってますけども、うん、どっちかっていうと苦手なんですよ。やめちまえ。ただこういったことを怖いと思えるこの感性を保ちながら学ばないと見えてこないものというのがありまして、うん、まあ、いわゆる霊障を冷やかして笑ってしまうような態度では見えてこないものというのもあるんですね。いや、もちろんそうです。ですから怖がるというのも実は一つの大切なパーツでございまして、ですから変になれないようにというのは心がけてるんですが、にしてもちょっと今回はパンチが効いてますね。いや、今回だからもう黒子さんとコラボが決まった時点で、僕の過去にもらったお写真の中でエピソードも含めて、もう面白いやつだけを黒子さんに見てもらいたいなと思って準備してきたんだね。いやー、これはもうこれぞ徳森ザウルスヤースーといった。いやパンチが効いてますね。どうですか、視聴者の皆様。おそらくですね、黒子のチャンネルや普段ヤスーさんのチャンネルをご覧になっている方々はどちらかといえば目の肥えているという表現が正しいか分かりませんが、はいはいはい、まあ、ある程度免疫のある方が多いかと思うんですよ、うん、まあ、とはいえこの4枚はエピソードも含めてヤスーさんの語りも含めて相当怖かったんじゃないでしょうかね。ぜひ、皆様方の感想または考察などもですね、合わせて、教えていただけますと嬉しく思います。お願いします。いやー、心霊写真会めちゃくちゃ面白いですね。あ、よかった。いや、ありがとうございます。いや、自分のところでもやらないからどういう見せ方がいいのかなとかいろいろ考えてたはいたんですけど、一番黒子さんがリアクション良かったからすごくやりやすかったです。いや、これちょっと心霊写真会の
新しいこう切り口というか、ヤースさんの語りも合わさると、情景がはっきり見えて、なお怖がれるということで、非常に斬新な新しい怖さも持った、いや、素晴らしい回でございました。ありがとうございました。とんでもないです。ありがとうございます。